こんにちは、永山です。こちらの動画では過去に検索したキーワードをもう一度検索する方法、まあ使う方法でもいいんですが、そちらを解説していきます。よろしくお願いします。まずはですね、こちら Google の画面開いていただきます。まあ当然のことながら Google Chrome が入っている状態じゃないとこちら使えませんので、そちらをご承知おきください。というわけで、Google Chrome が入っている状態でお話ししていきます。ではですね、こちら画面の右上の方にカーソル持ってっていただくと、このように右の上のあのウィンドウ閉じるバッテンのボタンの下にですね、点が3つ縦に並んでいる場所があります。こちらですね、 Google Chrome の設定と出てきましたので、こちらをクリックしていただくとですね、このようにウィンドウ新しく立ち上がります。で、こちらの履歴からですね、このように過去に検索した時のですね、履歴が出てくるんですね。例えば検索じゃなくても、例えば過去に使った、ページのタブとかの履歴ですね、そういったものが出てきますので、こちらから選んでいただきます。で、私の場合こちらの2個のタブっていうものを選択してみようと思います。そうするとですね、まあこのように、私の場合はちょっと Facebook が出てきたんで、このようにですね、過去の、閉じたタブですとか、検索した、キーワードによってこのように選べますので、こちらからいろいろやってみてはいかがでしょうか。で、他にもですね、この、よく使うものでした、例えばブックマークとかですね、あとは新しいウィンドウを開くっていうのを押しますと、ここからですね、今開いているこのウィンドウありますよね。それ以外にまた新しくこのように Chrome とかが出てきますので、あなたなりに使いやすい方法を生み出してみてはいかがでしょうか。というわけでですね、こちらの動画では、過去の検索キーワードで、検索キーワードをもう一度使う方法について解説しました。ありがとうございました。